ライダーの憧れといえば、なのでやっぱりね、北海道に行くべきなんですよ。はい、皆さんどうもこんにちは、ムースチャンネルのムースです。皆さんこんにちは、ということで今日もモトブログ撮影していきましょう。はい、ということで今はね、こんな遠い中の道を走ってるんですけれども、今日のモトブログは、ね、北海道ツーリングのすすめということで撮影していきたいと思います。私ムースチャンネルのムースと申します。2017年に3泊4日、2019年に4泊5日かな、2022年コロナ明けに7泊8日で北海道ツーリングに行っています。毎年じゃないんですけれども、バイクライフがスタートして4回ほどね、北海道に行っているんですけれども、まあ今日はね、北海道についてちょっとね喋っていこうかなと思います。まあ、皆さんライダーの憧れといえば北海道、九州、まあ、はたまたアメリカなんじゃないですかね。はい、私はねアメリカちょっと一回ね走ってみたいなと思うんですけれども、まあその中で今回はなぜ北海道をねチョイスしたかというと、日本の国内で一番気持ちよく走れるのは北海道なんじゃないかと私は思います。北海道でツーリングするにはいろんなやり方があります。1つ目、自走で行ってフェリーに乗って北海道に行く。2つ目、飛行機に乗って千歳空港付近のレンタルバイク屋さんでレンタルバイクをレンタルして、レンタルバイクでツーリングをするといった感じですかね。あと3つ目はね、飛行機にバイクを乗せることも確かできます。ちょっとこれお金がねかなりかかるんですけれども、一番手っ取り早い方法ですね。でも一番現実的で最もポピュラーな方法は1つ目のフェリーで北海道に行くですね。北海道へのフェリーは大きく分けて3つくらいあります。1つ目は新日本海フェリーですね。京都、新潟、秋田、苫小牧フェリーです。京都だったかな、舞鶴だっけかな、舞鶴って福井か、福井ですね。でこれが新日本海フェリーっていう日本国内で最も大きなフェリーの一つです。2つ目、青森から出てる津軽海峡フェリーです。津軽海峡フェリーは運転している時間が3時間40分、青森から函館をそれでその時間で結びます。新幹線の小町、東京まで行くのと大体同じ時間ですね。はい、なので4時間切る時間で青森から北海道までを結んでいる短い航路です。で3つ目は八戸フェリー、八戸から苫小牧までをちょうど8時間ぐらいで結んでいるフェリーです。これがまあ大体主流のフェリーなんじゃないかなと思います。あともう一つはね、茨城の大洗から出てるフェリーもございますので、まあ各種たくさんね、フェリーって北海道に向けて出てるんですよ。中にはこう、物資もフェリーに積んでるので、なかなかこうね、中止にならないっていうか、今日台風でダメだったとかってなりにくいのがやっぱフェリーの特徴ですね。そのフェリーを使って北海道に行くと。じゃあ北海道のどこがおすすめですかって、これもよく聞かれるんですけど、結論から言うと都市部以外全部おすすめです。都市部っていうのは、そうだな、札幌だとか小樽だとかが私の中では都市部かな、北海道の都市部なのかなと思っております。まあ、なぜ都市部はおすすめしないかと言いますと、渋滞するんですよ、北海道の都市部って。まあ人が多いからね、都市部はね、せっかく北海道まで来てね、渋滞しているところに行くのも、まあ、そういったところは避けるべきなんじゃないかなとは思います。まあもちろんね、用事があってそっちの方行かなきゃいけない、ツーリング中行かなきゃいけないっていうのは通らなきゃいけないとかっていうのはありますけれども、まあそれ以外はね避けた方がいいんじゃないかと思います。じゃあ結局北海道のどこ行ったらいいのっていう話なんですけれども、おすすめはやっぱり富良野ですね。北海道のおへそ、ちょうどこう真ん中にあるのが富良野なんですよ。やはり北海道らしさを感じてるのはやっぱ富良野なんじゃないかなと思います。有名なあのドラマありましたよね、ホタルってやつ、ホタルって言うじゃないですか、ホタルって。確かホタルだっけ、北の国からですよね。北の国からのロケ地のそのね、なんか記念のそういうのもありますし、で富良野をなぜおすすめするかっていうと、まず苫小牧港からのアクセスがいいんですね。だいたい2時間で行けんじゃないかな、すぐホタルじゃねえや、富良野に出ますので、そこもおすすめですね。富良野の隣に美瑛っていう町があるんですけれども、やっぱそこともアクセスがいいので、富良野美瑛はマストなんじゃないか
かなと思います。やっぱり北海道らしさを感じられますし、ヘイなんていうのは丘の町っていうので有名で、丘がたくさんあって、パッチワークの丘だとかたくさんいいところがあるんですよ。まあそういったところのね、名所を巡るっていうのもいいかもしれないですね。で、富良野で言えば富良野八景っていうね、8つの観光地をこうね回る、まあそういったのもおすすめですね。富良野の八景の一つであるジェットコースターの道なんかもそうなんですけれども、まあ、ジェットコースターの道っていうのはこうね、こうアップダウンがこう続いてる、まるでジェットコースターみたいなこう道なんですよ。そんなの本州にないでしょ。あれはね、北海道ならではなんですよ。なのでやっぱりね、北海道に行くべきなんですよ。なので富良野美瑛なんていうのはちょうど真ん中なのでおすすめですね。北海道をおすすめする理由、これは二つ目になるんですけれども、とにかくね、信号がないんですよ。信号機がないの。80キロ先右折ですみたいな、そんな感じなんですよね。そんでも本州にないよね。もしかしたらあるかもしれないけど、そんなのじゃあ滅多にないよね。北海道はザラにあるんですよ。気持ちいいんですよ。ずーっと走りっぱなしだから、そんなん疲れないですよ。それもね、また夢がありますよね。時間もゆったり流れてます。気持ちよく走れるっていうのはやっぱ北海道なんですよね。あと北海道のおすすめ、まあ、メリット3つ目ですね、はい。食べ物が美味しい。北海道のものって何食べても美味しいんです。海鮮系でしょ、野菜もそうでしょ、フルーツもあります。あとなんだろう、スイーツもあります。全部美味しいんですよ。美味しくないな、当たった時ないな。俺が一番美味しいなって思ったのはやっぱり海鮮系、知床の魚とかね、めちゃめちゃ美味しかったですね。あと地味にやっぱ美味しいのは北海道限定のビールとかね、やっぱ美味しかったですね。はい、といった形で北海道ってね、美味しいもの祭りなんですよ。まあ、これだけでも行きたくなったでしょ皆さん。これで行きたくなったんなら、私はね、自分をね褒めちぎりたいですね。北海道親善大使みたいな、そんなのになれたらいいな。いいとこ、こう3つ行ってったんですけれども、北海道のおすすめ4つ目、そうだな、何があるかな、まあいろいろあるんだけどね、なかなかこうね、大まかに喋るって結構大変なんだよな。まあそんなとこですかね。あんまし長々と喋ってもそんなね、面白くないですし、もしなんかこんな特集やってほしいとかっていうのあったらコメントいただければ、まだそのことについて話しすると思うので、ちょっとね書いてみてください。いろいろ喋ってみましたけども、あとでちょっとねまとめておきますね。まあ、これはちょっと最後になるんですけれども、北海道に行った時がない方、ちょっとね飛行機でもいいですし、フェリーでね、あの自分のバイク乗せてって言ってもいいんですけれども、一度足をね運んでみてください。この本州にはないようなすごい絶景がたくさん待っています。でもそんなの分かんないよって、どこ行ったらいいか分かんないよって、まだそういう方いるかと思います。っていう方はね、あの私のね北海道ツーリング2017-19-2022とまとめてあるので、まあ、そこからねちょっと北海道の様子を見ちゃってください。かなり時間をかけて動画編集したものをアップロードしていますので、あの外れはないと思います。まあ、もし気になる方ね、 YouTube そちらの方もご覧ください。まあ、ちょっとね長々と失礼いたしました。この動画をご覧になっている皆さん、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。ムースでした。北海道行きたいな。